こんにちは、ライムです。ということで今回はちょっといつもと違った動画ということになりますが、今回ですね、簡単に言うと魔王流のオフ会をやってきました。で、今回のこのオフ会に参加したメンバーがとてつもなく豪華。この魔王流ガチ勢の中では、まあ、知らない人がいないレベルのですね、ランキングトップ10の方々、生放送でよく名前を呼ばれてる、武勇祭とか英傑杯のランキングでね、呼ばれてる人たちが集まる、まあ、恐ろしい飲み会に、まあ、参加してきました、僕が。で、まあ、僕はね、全然ランカーでも何でもないんだけど、まあ、ちょっとそのオフ会にね、参加させてもろて、ランカーたちに事前に、X でね、質問内容、トークテーマを募集していたので、そういったものをぶつけてきました。あと僕が一番聞きたかったことも聞いてきました。最近の運営についてとか、あと武勇祭の面白さ、何をモチベにやってるのか、あと英傑杯の面白さ、何をモチベにランキングトップ10目指しているのかっていう話をちょっと聞いてきた。で、あとその他ですね、まあ、いただいたトークテーマだね。推しキャラを、まあ、自己紹介がてら言ってもらうとか、あとまあ、これ聞きたい人多いと思うんですけど、最近の運営についてとか、あと、魔王流のサービス終了いつですかっていうのを聞きました。まあ、これはちょっとね、サービス終了ソムリエであるライムがお答えしましたけど、はい。であとまあ、これ半分ネタですけど、もし明日で魔王流が差終になったらどうするっていう話かな。まあ、その辺の話をちょっとね、長くなったので、1時間くらい撮ってたので、前半後半に分けようと思ってます。で、前半後半でもまだ長いから、ちょっとね、前半の前半と前半の後半に分けるから、分かりにくいね。前半1と2。だから、前半1を、まあ、普通にこの動画で流しますが、前半2についてはメンバーシップ向け動画、完全版はメンバーシップ向けということにします。で、後半も同じ。後半1は普通に動画、YouTube で流して、後半2については完全版としてメンバーシップ向けに出そうと思いますので、完全版見たいなという方はぜひね、メンバーシップの登録をよろしくお願いしますということで、はい。早速ね、前半1を見てほしいなと思います。それでは、どうぞ。はい、ということで、こんにちは。ライブです。今回は、映ってないけど、美容師が今じゃれてるけど、映ってないけど、画面内は魔王流トップ10ランカーたちの集まる飲み会に参加しましたということで、事前にツイッターとかで募集してた、そう、にぎやかに、みんなに聞いてお届けしたいなと思います。いや、マジいい声、ということで、まず、いい声ありがとう、ありがとう、いや、もうみんな酔ってるから、ありがとうとりあえず、まず自己紹介がてら、それぞれの推しキャラをついでに教えてもらおうかなと思います。まずは、いいですか、ペッパーくん。はい、ペッパーくんです。皆さんこんばんは。うえ、僕の推しキャラはビオレですね。まあ、ツイッターのアイコンあのままで、ロリじゃん、ロリで、ロリなんです。はい、めちゃめちゃ可愛いんでよろしくお願いします。皆さん、ほらほらほら、あったりやロリなんて。ちなみに前回の武勇祭のランキングは、前回が5位で、あ、5位、5位ですかね。最終結果5位、最終5位だっけ、でしたっけ。4位、え、5位かな、4位か5位、多分その辺、その辺どっちでもすごいから大丈夫です。はい、お願いします。ありがとう。はい、じゃあ次はこの人、ルオーさん。皆さんこんばんは、ライムです。いい声出そうと思ってルオーです。推しキャラ、推しキャラなんだっけ、推しキャラなんだっけ、緊張してる。ひなたか、いやいやいや違うな、静か、いや、強いて言うならシュナでいいですかね。はい、ここはね、強いて言うなら、強いて言うならシーナってことで、はい、お次はみんな大好きリムルギさんです。どうも、
リムルギーです。あ、いい声出そうと思う。おお、決め声出したぞ。決め声が飛び出した。推しはラミリス様。パタパタと飛ぶ姿に心を打ち抜かれました。どうぞよろしくお願いいたします。すごい、いいね、マジで喋ってる。はい、じゃあ最後、コメ君、いいよ、ここから。はい、コメです。マスカラはフィリムで、もう髪を下ろしてるミルがもう最強に可愛いです。理由言っていいよ、理由を。理由？ミリムの好きな理由言っていいよ。え、だってもう、だって始まるぞ、どこが好きなの。だってもう顔がロリだし、ピン髪をついて、もうツヤツヤな髪、それにもうあの衣装もね、もう最高、もう全部もう最高。よーっ、いいね、危ない、ね、尺が、尺が危ない危ない、要素が伸びるとかロリだから、ロリだから、ロリだから、ミリムがいいだから。ラムさん自己紹介いいんですか。僕はだって僕のチャンネル見てる。いやもしかしたら新規がいるかもしれないじゃないですか。緊張しちゃうな。推しキャラじゃない。え、僕の推しキャラ、え、誰だ。ガチで考えたことない。もうパッと頭に浮かんだキャラ。天使らといえば、天使らといえばオークディザスターかな。ありがとうございます。オークディザスター素晴らしい。歌が好きな素晴らしい構成歌がある。はい、はい、はい、ということで自己紹介終わりましたので、次はまあ早速、まあ、今回の多分本題かなと思うんですけど、最近の運営についてどう思うの。早いな。早いな。最初か。いや、最初これはガツンと最初にこのまだ酔い切ってないうちにやっとかないと。でも、もう酔い切ってるけどね。常にベロベロですけどね。もう飲み始めて4時間ぐらい経ったかな。いや、僕もベロベロなんですけどね。いや、まあ、飲んでない。アルコール入ってない。お水で未成年、未成年はちゃんとアルコールなしでやってるから、ね、健全な飲み会だよ。はい、未成年はベロベロでーす。まあ、まずはあれですよ、この間の生放送ランキングですよね。ランキング問題、あれは本当ランカーはあれを目指してやってるんで、あれは本当に僕的にはまあいろんな不具合とかなんだあっても基本的にあんま僕は言わないんですけど、ああいうのはないなってマジで思った。あれは、うん、だから純粋に本当にその前回そのミックスさんと他の人たちとオフ会した時に、その一人と運営、まあいろいろやらかすけどすごい頑張ってるのを認めるから、もうすごい応援したくなるよねっていう話はしてて、それが4月の頭の話で、でそっからずやってて、まさかの5月にこの連続のやらかしで、次の月、そう、でもまあその動画撮影してる今日も今でもそのあれ武勇祭の極みキャラ使えるよっていうのも速攻対応してきたりとか、そういうところはちゃんとやってるから、技術部門はちゃんとやってるのに運営がちょっとなんかおざなりなところ部分あるよねっていうところがすごい気になる。多分だから今日の対応もあれ、あれってもう修正になった。修正です。修正で、まあ報告してくれた人も赤番にならずに済んだけど、あ、じゃあということはゴールデンウィークにもかかわらず出勤して、そう、ちゃんとやってくれたっていう、うん、そこはもう本当にまあマオリの問題はちゃんとやってくれてるけど、間違いない、そう、本当にその辺はちゃんとやってくれてるからこそ自分たちも言うことは言いたいなっていうのもあって、ちょっとなんか前回のそのもうそれこそ自分が一番多分被害受けてるけど、そのランキングのそこミス、そう、そこのボンミスするみたいな、うん、そういうところですごい評価を落としてるので本当にもったいないと思って、そう、ランカンさんたちは日々頑張って、うん、その生放送で名前を呼ばれたいとか、特定の声優さんに呼ばれたいとか、うん、トップ10っていう肩書きが欲しいから頑張ってるのが、そういったところをおざなりにすることによって、もうみんな落胆するし、もうこんなゲームやってらんないよって離れちゃうのが本当に残念だなと、そういう気持ち。やはりそうですね、やっぱり真面目モード入って真面目モードは、でも連合とかやっぱりそのみんなが楽しめる面白いコンテンツを提供してくれてるっていうのは、それは間違いなく嬉しいし、すごいありがたかった。
だし、すごく自分自身も楽しめてるなとはモチベも上がりますよね。ただやはりその、まあ、自分ごとではないけど 前回の生放送のランキング発表とか、英傑杯ですよね、特にもうどの時点で集計したのかっていうのは本当に生放送する前に確認すれば分かることだし、そのやっぱりマオリを支えてるユーザーたちをないがしろにするっていうのは良くないかなと思いますが、まあでも感謝はしてます。やっぱり面白いコンテンツを提供してもらって感謝はしてるけど、やはりまあ直近で言えば英傑杯が延長になって、で突然水曜始まって、それもあった、やはり期間も延長せずに本来の月曜日終了で、英傑杯のランキングを遊べる期間も、まあ、3日4日しかないと、となるとやっぱり、まあ、ビューサイト列とかぶってるとこもあるし、あとマスオビカの実装したばっかりで、マスオビカ調整のために英傑杯のランキング報酬も固定にするとか言ったくせに、そういうとこ考えないんだっていう。そうですね、その無神経さというか、やはりまあ少し置いてけぼりにされてるなっていう感じる一面もありますし、なんというかその課金してる層、ガチ勢って言われる課金してる層がどこを目指してるかっていうのをちゃんとその理解して、そこに注視してるかどうかというのがすごいなんか今回はっきりしたなっていう、なんかちょっと温度差があるよ、そこら辺が一番ユーザーと運営の温度差がすごいはっきり今感じてるタイミングかなっていう、まあちょっと気になる点で言えば、やっぱり英傑杯の報酬について、やっぱりその順位関係なくやっぱりその均一されてしまうのは、ランキングを目指している立場からするとどうなのかなって思ってしまう面もあるかなと。まあ半分は英傑杯のそのランキング報酬っていうのは正直誰も当てにしてない部分もあるけど、それを運営がそれを認めちゃうと、それはちょっと違う、向こうから提示されちゃうと、それはちょっと認識というか、そういうふうに考えてるのかなっていうのを思っちゃう。ランキング報酬ってどうでもいいんだよねみんなみたいな、そういうスタンスにはならないでほしい。一つ運営さんに言いたいのは、本当に上位狙ってる人はマジで睡眠時間削ってるんだよ。あ、本当に、あのガチ呼ぶガチ生活の一部は真剣です。はい、それは分かってほしい、それだけは分かってほしい。これは世界一位の方が言ってるから、これはもう間違いない、これは1位取ってる、間違いないです、間違いない、そこだけあります。本当に、はい、課金云々より生活削ってるんで、そこは分かってほしい。ここにいるポメ君も精神おかしくなるので頑張って。間違いない。そこは本当に泣いて笑って。泣いて笑っても。ラリってるから。ああ、そう、ラリーながらやってるから。もういろんな方いますから。ユーザーやりながら泣いてる人もいる。それぐらいもう、はい、生活を削って、心も削ってやってるっていう。間違いない。だから、マジでこれ見てる上さん、本当に変わってほしい。あれメッセージが届いて、いい方向にユーザー全体も運営的にもいい方向に向かうといいですね。間違いない、それは。ゲームとしてもやっぱりダメージ計算のシステムとか見てると、すごいやっぱり作り込まれてるゲームっていうのもすごい分かるからこそ、運営側がちゃんとしないといけないんだ、はい、技術部門は多分本当にすごい頑張ってるんだ、運営とか広告の仕方がちょっとなんかうまくいってないんだな今みたいな、そういう感じがすごい自分の中では感じるから。あれ本当にあのこの間のさ、生放送のランキングの集計どのタイミングでどうやったの、すごい気になる。あれマジでびっくりっすよ、あれマジで。だって普通3日間設けるなら終わってから最終順位の中でチーターがいないかどうかを仕分けていくっていう、
普通は作業になるけど、あのランキングの分け方ってどう見ても多分最終日より前に終わった人のランキングの中で仕分けてるから、あ、これ多分今までのその3日間猶予取ってたのも全部あの特に何もしてなかったんだなみたいな、そういう風に受け取っちゃうから、実際には何かしてたかもしれないけど、やっぱりこっち側からすると受け取っちゃう、何もしてないかもしれないっていう、昔1回あったしね、そのランキング それで、ね、あの集計期間が長くなったっていう事例があるのに、またかみたいな、それもよりひどい、そうそうそう、よりひどい、一人とかじゃないの、そう、もう本当に、だって、まあ、17位だ、16位だった人が7位まで上がっちゃってるから、このランキングでは何人が抜けたんだって話になって、1位の人が丸々入ってないから、それがすぎる、さすがにあれはひどい、もう本当になんか違う武勇祭のランキングをたまたま間違えた発表しちゃったのかなっていうぐらい順位が違いすぎて、やっぱランキング発表も生放送の中で一つの目玉ですもんね、そう、間違いない、そうです、間違いない、それのために頑張ってる人がいっぱいいるから、やっぱ生放送で声優さんに名前を呼ばれたいっていう人もいて、うん、もう睡眠時間削ってとか、うん、そのガッツリやってる人もいる中で、このランキング発表をないがしろにするのは、うん、違うよね、ちょっと悲しい、ユーザーの生放送のコメントがなかった気づかない、そう、しかもあの森さんが気づかなかったら誰もコメント見てないから、本当にそのままスルーされた可能性も、だからあの時に多分自分がコメントしなかったら誰も気づかなかったし、あれおかしくねあれはひどかったな、いやでも自分10位だったのに5位に謎に上がってたんで、まあ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 、それを言えば僕も3位から2位に繰り上げられてたんで、いや1位から圏外になっちゃったから、しかも世界1位からも外れちゃったんだよ、ワープしてきちゃったっていうね、まあもうみんな焦ってるわけでもないから、そのやっぱりゆとり、運営さんもゆとりを持って、丁寧な作業とかを心がけてもらえたら嬉しいなっていうところですね、まあ正直ランキングの時はすごい、まあ運営もギルド実装もあって周年もあって、ね、すごい忙しいからっていうのもあって割と大人な対応するつもりでいたけど、そっからなんかすごいバグみたいなポン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 出てきて、ちょっといよいよやっぱ思うことはありますよ、感化できないなみたいな部分がちょっと今出てきてるな、最近ひどすぎたこの流れが、そう一連の騒動がもうドカッと来てますよね、間違いない、ちょっとゴールデンウィークで気が抜けてたのかなレベルの、なんか周年だからここはきっちりやろうじゃなくて、ゴールデンウィーク入る前だからちょっと気が抜けてるみたいな、そっちの方向に行っちゃったのかな、周年前に気を入れようっていう方向に行かなかったのかな今回の運営はみたいな、そういう風に捉えちゃって、その会社全体の雰囲気ですね、そういう感じに行っちゃったのかな、まあね、今言ってることがやっぱり我々ユーザーの意見であり、まあ、そういうところさえきっちりなってればね、我々は思いっきり楽しんでガンガン遊んでいこうって思ってることですよ、やっぱランキング発表にしろランキングの期間にしろ、もう少しゆとりを持った、間違いない、それは欲しいっす、ゆとりを持った運営をするのも、するのもというか、やっぱゆとりを持つのは大事かなっていうのは思いますね、同時に武勇祭と英傑ハイヤンドマジでありえないから間違いない、もうマジ大変せめて英傑さんの期間を伸ばせ、うん、マジ大変だから、なんか